俺の名前は毛利小五郎。犯罪という社会の闇と戦う探偵稼業だ。浮気調査やら人探しの毎日だが、時には血生臭い事件に関わることもある。日々新聞を賑わせている悲しい事件の数々、動機は復讐兼ね地上のもつれ様々だ。まったく病んだ世の中だぜ。そんな探偵稼業のしがらみに嫌気がさした時、俺はよくここへ来る。このあったかい一杯のコーヒーこそがしがらみで疲れた俺の心を解きほぐしてくれる。浮気調査やら人探しの毎日だが、時には血生臭い事件に関わることも。じゃあ電話会社に連絡して止めてもらえば。あのね、今料理の話してるんでしょ。なんで誰が好きかとかいう話になるわけ。仕事と恋愛を混同するのは最低。やるって決めた仕事のことが、しかし何にしてもどうやって探せば。死ぬ死ぬ死ぬ。誰を好きとかそんなことで揺らぐなんてありえない。当たり前だよな。昼間から酒かっくらってるようじゃ管理人は務まねえだろ。おびのそれが余計なことだって言うのか。正義わからない。うわっと思ったよ。探偵は務まるんだ。